誰も乗ってないね。噂には聞いてたけど、これほどとは。東の終わりの町、ユースウェル炭鉱。なんか炭鉱って何？炭鉱？どこか？あ、いや、ちょっと。親父、客だ。おう、人の話聞けよ。よく来たな。いや、誇りっぽくてすまねえな。炭鉱の給料は少ないんで。ところで一服。あきいぞ。ご心配なく。結構。20万。ぼったくればいいと。だから言ったの。冗談じゃない。逃がすか。まあまあ、やるしかねえ。よっしゃ。行くよ。はい。僕に任せて。覚悟しやがれ。逃がさねえ。行くぞ。わかりました。おとたい来やがれ。行くぞ。行くよ。はい。よっしゃ。
えらい嫌われようだ。ここを統括してる良き中今の鍵はふざけんな。のガキ、子供だからとて容赦はせんぞ。のどこの小僧だ。いや、中尉さんが見えてるってんで挨拶しとこうかなーと。大相当紋章の銀時計だぞ。中尉殿、なんなん。なるほどなるほど。いいもの食べてますね。いや、お恥ずかしい話ですが、焼き払え。昨日の夜、良きの部下がこの周りをうろついてたの俺。本当にあの人たちを。ある、このボタン。やるしかねえ。させない。いっさ。
はい、行くぞ。わかりました。行くぞ。行くぞ。行くよ。はい。格の違いを見せてやる。ふん、面白い。行くぞ。大丈夫かな。なーに、ば。これは。親方が止めてもオラやるぞ。察し、ダメだ。みんなを犯罪者にするわけ。錬金術師殿。これはこれは注意殿。何でしょう。いや、それよりも金塊なんて知りません。お前たち、権力力づくで個人うるさ。これってこれでも食らいな。あら、やった。行くよ。はい。よっしゃ。あれれれれ。どうだ、見たっか。よく来たな。僕に任せて。素晴らしいです。
うわぁ、行くぞ。どけ。兄さん、どうすればいい？行くぞ。やってやる。どけ。行くよ。はい。行くぞ。どけ。格の違いを見せてやる。とっておきのプレゼントだぜ。うわぁ、あ、そうだ、注意の無能っぷりは上の方にきちんと話を通しておきますんで。よっしゃ、酒持ってこい。酒、未成年に酒飲ますなよ親父。飲まねえと大きくなれんぞ。エドは魂まで売っちゃいなかったよ。ちょっと兄さん。そうだね。Over.